ラビちゃんたち、パパね、髪の毛切ってくるんだって。めっちゃ短くしてる、びっくりするよ、パパに見えなかった。しっくんは逃げるな、きっと。さあ、ラズの愛はどうかな。ラズとクーは大丈夫じゃない。シエルはな、シエルはママが髪の毛の色変わってもダメだったからな。ラズとクーはね、パパ行ってらっしゃいだよ。髪切ってくる、短くする。夏だから短くするんだって、今年は。髪の毛がね、パパ暑くて邪魔だからね。ボーダーしてくる、すっごい短くしてくるって。今ね、3ミリと5ミリと1ミリとちょっと迷ってるから、ちょっと行ってくるね。また暑い、お昼寝邪魔してごめん。起きちゃったね。あ、ごめん。ちょっとラズと大丈夫。あ、ミルちゃんもね。うん。そうね。パパ入ってきたよ。遅かったの。遅かった。ダメだったの。遅かったって。遅いって。遅かった。うん。ダメだって言ってる。ダメだよって言ってる。こんにちは、ラズちゃん。あ、なくなった。うん、ラズだ、パパ。お坊さん帰ってきたよ、ラズちゃん。お土産買ってきた。ラズちゃん平気だってさ、ちょっとシク引いてるけどね。シク？パパだよ。あら、シク？あら、ほら平気？シュー君。あら？固まってる。逆に？ああ、お坊さんになっちゃったね、パパね。うん。お母さん、お母さん、お母さん。ラジオで、ラジオ。ラジオ、ここのとこいで。ラジオ？ダメだったの？多分よく分かってないじゃん。ラちゃんはダメだったの？多分知らない人だと思う。逆に？うん。パパに寄ってくる感じない。うん。いつもさーっと寄っていくのに。知らない人に寄ってくる感じ。うん。誰だか分かんないけど、わかってみたいな。うん。ここに来るのもいつも。そう、さっと行くのに。どこ行こうとしてるの？パパ怖いよね、あんな短くなったらね。お坊さんになっちゃったじゃん、パパ。髪の毛のさ、色染めるやつ買おうかな。色まで染めちゃうんだって、ラズちゃん。嫌だよね。これを買ってパン買ったのさ、パンになっちゃった。なんで持ってかなかったの、お財布。持ってたんだけど、財布は持ってかなかった、うん、あ、そっか、お財布持ってかなかったのか。髪切ってって、うん、坊主だとすごい安かったんだけど、うん、俺のは坊主じゃないから、ちょっと後ろは。あら、おあー、壊した、パパが。後ろがね、うん、一番短いところが1ミリで、目は3ミリ。シック詰めて。で、1ミリと3ミリの間ぼかすように2ミリにして。グラデーション入ってんの。なんか、坊主はすごい安かったらしいんだけど、うん、そのグラデーションは高かったね。グラデーションは坊主じゃないんでって言われた、うん、あ、いいですよ、そっちの方がおしゃれなんで、うん、おしゃれにした結果、ラズちゃん誰ってなってる。パパでしょ、パパでしょ、分かってるでしょ。ちょっと分かってない。あ、あれ？シェリー来た。シェル行ったね。シェル分かった、パパだって。うん。声はパパなんじゃない？声はパパ。うん。パパ振り向くよ。あれ？ま、真後ろにいるけど。いた。パパ。あ、パズも分かったね。来た。やっと。おる、やっと来た。やっと来た、パズ。あれ、シー君でもどうした？分かった、ラズ。これ分かった。
うん、いつもパパに甘えてる。そうそうそう、最初やっぱり違ったね。うん、そうだね、知らない人に。うん、まあとりあえず知らない人だからそんなにベタベタしないかなみたいな。パパだと分かった。うん、よかった。また破壊しないね、その下のね、くねったね、くねくねちゃんね、2、3分かかったね。うん、シクン、シクン、どうした、シクン、プリントハイじゃダメよ。シクン、パパですよ。あ、ゆっくり、パパで、ゆっくり。誰？ちょっとダメだった。ちょっとダメだった。大好きなお母さんでも髪の毛の色変わったの。そうそう。よかったな。ラジオはそうだね。よかったね、やっぱりね。ラジオと、キミはね、なんだかんだ肉かじってくるからちょっと怖い。誰かも言って。うん。急に誰だってなる。よかった。ラジオ。